レオン・スピンクスは、アメリカ合衆国の男性プロボクサー。元 WBA、WBC、統一世界ヘビー級王者。1976年、モントリオールオリンピック金メダリスト。ミズーリ州セントルイス出身。ゲットー、プルーイット愛護育ち。弟は、元 WBA、WBCIBF 統一世界ライトヘビー級、及び元 IBF 世界ヘビー級王者の、 マイケル・スピンクス。息子のコーリー・スピンクスも WBA ・ WBC ・ IBF 統一世界ウェルター級及び IBF 世界スーパーウェルター級王者となった。ラリー・ホームズとの世界戦の数日後に期限切れ、ナンバープレートをつけた車で検問を受け、車内で見つかった拳銃の未登録所持と駐車料金不払いで逮捕されたり、 ボクシングの歴代ヘビー級チャンピオンが集まったパーティーでトレバー・アバービックと壮絶な喧嘩をし、その映像が全世界に配信されたことがある。1974年、キューバのハバナで開催された1974年、世界ボクシング選手権大会にライトヘビー級で出場し、銅メダルを獲得。1976年、モントリオールオリンピックにライトヘビー級で、 出場資金メダルを獲得。1977年1月15日、プロデビュー。1978年2月15日、8戦目で、モハメドアリに判定勝ちし、WBA ・ WBC 世界ヘビー級王座を獲得。その後、初防衛戦をアリと行いたいという理由から、WBC の指名試合、ケンノートンを拒否し、WBC の王座を剥奪された。 1978年4月、コカイン所持で逮捕。1978年9月15日、9戦目。ダイレクトリマッチで、モハメド・アリと対戦し、15回判定負け。WBA 世界ヘビー級王座から陥落した。1戦目で受け取った、ファイトマネーは12万5千ドルだったが、この試合では350万ドルを受け取った。 1981年6月12日、ラリー・ホームズの持つ WBC 世界ヘビー級王座に挑戦するが、3ラウンド TKO 負け。1986年3月22日、ドワイト・ムハマド・カウィの持つ WBA 世界クルーザー級王座に挑戦するが、6ラウンド TKO 負け。1986年10月9日、 日本の両国国技館において、アントニオイノキと石格闘技戦を行い、体固めでホール負け。1987年4月28日、名古屋で IBF 中部日本協会設立3周年を記念した工業でスピンクスは、WBC 全米大陸ヘビー級王座の初防衛戦を行い、ジェフ・ジョーダン、同級842から1の判定で下し初防衛に成功した。 以降、たびたび来日して、プロレス団体、FMW のシリーズに参加。金網デスマッチなども経験し、大仁田厚志らと戦った。アメリカでも、後に、世界格闘技連合 W、ING 旗上げシリーズに参戦するグレート、王女と二度、石格闘技戦を行い、二度とも、反則負けを喫した。1991年11月15日、 約3年半ぶりにボクシングの試合に復帰し、勝利を収める。1995年12月4日の試合を最後にボクシングを引退した。日本でのプロレス活動を終え、帰国後に離婚と破産を経験。一時はホームレスとなり、ホームレス緊急一時宿泊施設に身を寄せていた。その後各地を転々とし、レストランのボーイやボクシングジムのトレーナー、 掃除婦や荷物の積み下ろしなど様々な職で生形を立てていたが、ボクサー時代のダメージからと推定される認知症を発症した。2011年10月9日、ラスベガスでブレンダグルスピンクスと結婚。2014年10月、腹部の手術で入院した。晩年は前立腺がんなどを患い、闘病をしていたが、2021年2月5日、ラスベガスで死去。 67歳ーツ。ありがとうございます。